ます。2022-23 シーズンのフィッシャーのレーシングブーツのご紹介をしたいと思います。こちらですね。2022-23 シーズンにおいては、こちらに今ございます。ポディウムに新しいシリーズが加わります。ポディウムの LT というブーツが加わります。こちらのご紹介をする前に、まずフィッシャーが、今、なぜこういったブーツを開発に当たったかというのを少しお話ししたいと思います。フィッシャー のアダルトのモデルに関してはですね、今シーズン登場したこちらのポディウムの RD、こちらのモデルが今非常によく機能しておりまして、好評いただいております。スキーとのマッチングもよくですね、フィッシャーのスキーとフィッシャーのブーツということで、セットアップして使っていただいている方が非常に多くなっています。それに対してですね、ブーツの方はジュニアの年代、やはりそのスキーはフィッシャーを使うんだけれども、ブーツの方は他のメーカーを使うといった例が少なからず見受けられます。でそのやはりそのそうなってしまう状況としては、そのブーツがフィッシャーのブーツが少しこう物足りない部分があったのではないかということで、非常に、そこを重視しまして新しいブーツの開発に取り掛かりました。具体的なターゲットとしては、10歳から16歳の、フィスの年齢に上がる前の年代ですね。前段階の非常にこう成長期にあるジュニアたちのために、マッチしたブーツを作ろうということで、始まっております。で先ほど申し上げたように、こうセットでフィッシャーのスキーとブーツが使っていただけないという問題 その具体的なポイントとしては、やはりそのブーツ その仕上がりという部分があると思うんですけれどもその仕上がりを、使ってもらえる選んでもらえるブーツにするためにどういったところを要素として重視したかというと実際に一番大事なのはこのブーツを履いてタイムが出てレースに勝つことができるそこが一番ですねですので非常に多くのテストを繰り返しましたあとは子どもの年代に足に合ったフィットするブーツあとはその子どもの軽い体重でも動きを妨げないそういったそのスムーズな動きができることあとはもちろんその価格の問題もありますよね。ジュニア向けの、マテリアルですので。それと、やはりこのレーシングサービス、レーシングのサポート、パーツであったり、そういったサポート面が、充実できるかどうかというところで、トータルでそういった部分が全て整えば、フィッシャーのスキーを履いている子にはフィッシャーのブーツを使っていただけるんじゃないかということで、様々なテストと実証を繰り返して、開発を進めてきました。実際オーストリアのですね、フィッシャーの地元のスキーのジュニアのチーム等でも多くのテストをして、やはりその速いかどうかっていうところが一番の指標になってくるわけですけど、そういった結果も実際に出ています。で、この型に至るまではですね、いくつかいろんなパターンの型もテストしました。子供たちの足にどれだけフィットする型ができるのかということも繰り返しテストをして今ここに、完成してきたという形になります、ラインナップと、細かいテクノロジー面とご紹介していきたいと思います、ポディウムの、LT と言います LT は、ライトから来てますですので、実際こう重量的にもですねこの大人の RD のブーツよりも軽くなってますし、アッパー角のこの立ち上がりですね。ここの部分の高さもアダルトモデルよりも少し低く設定されています。ラインナップはこちらから LT の110、90、70というふうにフレックスが少しずつこう柔らかくなっていきます。サイズはこの3つのモデルともすべて下が 22.5 センチからご用意がこのラストですね、このシェルの、足に合う合わないという話もありましたけれども、このラスト、この幅は、大人の RD のブーツが92ミリで設計されているのに対して、こちらは95ミリで LT のブーツは設定されています。3ミリ基準値が広くなっていることで、子どもの、成長期の痛みに弱い足、冷たさに弱い足にもこう優しくフィットする。
だけど緩すぎないという絶妙の設定幅になっています。基本的にこう見てお分かりの通りですね、こう RD のブーツとこの LT のブーツ、色味も同じですし、バックルの仕様も同じです。使っているこのストラップも同じです。で、ラストが92ミリか95ミリかというところになります。あとはまあもちろんフレックスとかは違いますけどね。それと先ほども言ったこの LT であればアッパーカフが少しこう低くなってたりとか、少し分かりづらいんですけれども、このアダルトのモデルはですね、こう非常にこうロスがない、無駄なスペースがない、大人のその体力と機敏な動きに対応できるようにこう非常に絞り込まれた形をしているんですけれども、 LT のブーツはそこまで絞り込んだ形をあえて取らずに、ジュニアの少しこう、まだ成長期にあるテクニックのそういったそのばらつきですね、そういったのを許容できるように、また足の痛みとかも、極端に発生しないようにということで、少しこう余裕を持たせた設計になっています。ただ大事な部分としてはやはりそのかかとのホールドですね。かかと部分の非常にタイトでしっかりしたホールド、そこはこの LT も抑えつつ、ラストを少し広げることでつま先部分の余裕も持たせると、そういう、ジュニア向けの設計になっています。インナーブーツ、インナーブーツもまるっきりこう大人と同じというわけにはいきませんので、こちらが110のタイプのインナーブーツ、そしてこちらが90と70のタイプのインナーブーツ、こちらが LT レース、こちらが LT コンプというんですけれども、 LT レースの方にはあらかじめこう紐が設定されています。こちらのコンプのタイプは紐はついていませんが、紐を後付けできるようにホールは開いております。この辺の仕様もですね、少しずつ違いまして、まあ、こちらの方はより大人に近い、子供たちが使っていただける。で、90と70に関しては、まあ、タイトさというよりもホールド、その優しい、保温性含めたホールドですね、そういったところを重視して、このインナーの素材も、あと中のパッドの硬さ等も少し調整して変えています。でこれが、来季全く新しくデビューするポディウムの LT ブーツです。そして、先ほどからこう比較でご紹介してますけれども、こちらのポディウムの RD のブーツ、こちらはですね、来シーズンも継続となりますので、ラインナップはフレックスが150、130、110というふうにご用意がありますので、これによってですね、ジュニア年代から、フィッシャーのブーツを使ってきていただいて、ポディウムの RD にステップアップすると、そういった流れがこれでできたかと思いますので、まあジュニアのスキー、ポディウム LT、アダルトのレーシングスキーと、ポディウムの RD というセットアップで、来シーズンはですね、フィッシャーのレーシングの、非常にこう力を入れる、そういったシーズンになってきますので、ぜひ、実物の方でですね、ご確認、テストしていただければと思います。